あのさ、その新しい傷、これが盾の次は横とか言ったろ、箔がついたって。さらに柄悪くなったよな。何があったか聞いていなかったな。長い話になるぜ。俺にかけたんだろ。荒れてるな。テルパに着いたのか。ああ、ダイナーにいる。そうか、急にすまねえ。いや出発の準備はできている。お前の方は、心の準備はできてるさ。すぐに行く。ご注文は？ああ、いいんだ。すまねえな。もう一度聞いておく。本気で牽制に挑むつもりか？今の俺じゃ、帝国の将軍にまるで歯が立たねえ。力がいる。試練を受けたい。聞いているのは本気かどうか。回りくどいぜ。だから連絡したんだ。舐めてかかれば死ぬ。剣聖ギルガメッシュがいるのは遺跡の最深部だ。30年前にあの場所が発見されて以来、調査に入って帰還した者は誰一人としていない。危険な場所だ。だがかつてあんたは帰ってきた。
ただ一人な。出発だ。仲間たちには何と言ってきたんだ。詳しくは話してねえよ。変に心配されんのも嫌だしな。弱みは見せられんか。盾の試練を受けに来た者へ正しく力を受け継がせるために。彼らは古きルシスの兵だ。死してなお忠義を尽くし続けている。そうか、胸を借りるには申し分ねえ。よっよっ、されじゃまい、よっのちょえい、そうだ、くだされめよっいや、えい、将軍、続いてくれ。どうしよう、行くぞ。盾を名乗りに来たか。そうだ、あんたが剣聖ギルガメッシュか。試練に何を望む。力を得る、それが望みだ。
速かよ。されて。精神を私に示せるのか。選ばれし王と同じよう生きるものよ。俺は世界が終わろうとしている。王と王の盾は人々の運命を背負うのだ。その資格、その覚悟なき者にはここで消えてもらうが。まだ初っ端だぜ。終わってたまるかよ。ならば進め。死に物狂いで前へ。覚悟はできてんだろう。挑戦は許されたようだな。よっ。牽制か。そう呼ばれるに足る相手だ。退治するときは心しておけ。され。さて、一休みすっか。この先も気を引き締めていけ。相手は元警護隊だが容赦はないぞ。厳しい先輩方の試練か。弱い奴を盾とは認めねえってことか。弱ければ命を奪われる。身の程を知らずに試練を受けた愚か者としてだ。当時の俺はどこか弱かったということだ。生かされたってことはどこかは盾として合格したんだろうな。今となってはわからん。行くか。周囲には気を配っておけ。分かってる。砕こう。され。
てっの甘い。うわっ、せい、くらえ。湧いてきやがる。で、おりゃ。なんだ、試練の間だ。自分一人で越えてみせろ。
よし、ほらよっ、うわっよっ、ただ、それはてならば、何があろうと膝をつくな。力をくれたのか、ありがとな。試練は突破できたようだな。牽制に臨む前にそうして力を備えるんだ。まだ先にも試練はある。気を抜くなよ。親父は試練を受けなかったんだよな。理由が気になるか。まあな、おじけづいたってわけじゃねえんだろ。あれはあいつの意地だ。警護隊王の盾としての陛下に障壁を任せ、そのそばを離れたら自分は一体何を守る盾なんだとな。どうだ、試練をやめる気になったか。まさか親父がそうなら俺は俺の意地を通さなきゃなんでさ。あんたが試練を受けたのは30年前になるのか。ああ、お前よりも若かった。そして未熟だった。生きていたのがただ不思議だ。将軍もここを通ったのか。いや、通ったのはただの生意気な若造だ。
俺は。試練の場だ。ああ、突破すれば新たな技を得得できる。培った力を示してみろ。よし。
に伝えよう。いかなる時も顔を上げよ。感謝するぜ。英霊が伝えるのは古代ルシアの技。英霊の盾として的確に使いこなせ。うおりゃ！今やここを訪れるのはただ愚かな命知らず。そなたもこの地で眠ることとなろう。悪いがそんなつもりはねえよ。新しきこの時代のルッスは初代王の治めた国とは違う。王に守られ平和がもたらされ、民は戦いを忘れ、もはや真の王の盾など生まれはしない。なめられたもんだぜ。見返したければ無事に試練を果たすんだな。
せい。ほら、され遅い。いや、せい。ほら。され。うわ。せい。よし。せる。最後までいくら傷を受けようと立っていられるか。
二度もここへ来ることになるとは感慨深いもんだな。30年も前だろ。当時から肝が据わってたってわけだ。少し話でも聞くか。剣聖ってのはどんなやつだったんだ。覚えているのはあの目だ。相手の動きを見透かすような、いや動きだけではなく策や感情までも。心しておけ、下手なごまかしは効かん。面白そうだ。王を守る者よ、磨かれた肉体と精神、どちらか負けはならぬ。甘い。くらえ、され。
偽りなき目で己を見つめ。偽りのない目か。
盾ならば偽りない目で己を見つめよう。偽りのない目か。試練へ望むことを認めよう。
見事だ。全ての技を得得できたな。つっても試練はまだ終わりじゃねえ。剣聖は他の英霊と比べられん。くれぐれも油断はするな。前にここを通ったとき、将軍はどんな気分だったんだ。そんなことを聞くのか。今の俺よりずっとガキだったろ。ああ、無鉄砲な子供だった。誰の忠告にも耳を貸さず、闘争心だけで奥へと突き進んだが、見事な返り討ちにあった。帰る頃には恐怖に苛まれていた。不死将軍の名がついたのは皮肉だな。そうか。でも帰ってこれたのが将軍だけってのは事実だ。俺は尊敬してるぜ。さて、試練再開だ。死にに来たのか。バカ言ってんじゃねえよ。あの男が最後だったろう。我らの声を期待も嘆きも聞かず、ただ前を向き先を目指した。元帥に追い返され、谷から弾き出され、お前はあの男を超えはしまいな。愚直なだけでは前には進めん。どれだけ先を目指そうともな。クレイラスならお前を止めただろう。あの時俺を止めたのと同じように。親父が盾が王のいない場所で命を落とす、それは決して許されないと。無駄死にを覚悟できていたのか。忘れられない言葉だ。何も得られず瀕死で帰ってきただけにな。今さら止めはしない。だが無謀なことに変わりはない。当時の俺も今のお前も忘れるな。一歩足を踏み入れたが最後、誰にも頼れない。死んでしまえばそれで終わりだ。分かってる。土産でも楽しみにして待ってて。必ず帰ってこい、グラディオナス。剣聖だな。空気が変わったぜ。この先に嫌がるな。
るや。力だけを力振るうのが悪いってのか。
され。死ぬ人、それだけだ。
けにはいかねえんだよ。吹っ飛べ。シカラ頼みの諸突方針と抜けの証。またこの度にシカラには触れ、なんとも歯がゆい。俺は死にに来たんじゃねえ。来いよ。来い。で、され。ハンデをもらってこの様か。これがあんたの言う怯えってやつなのかもしれねえな。自分をわからねえ野郎が自分を信じることなんてできねえ。それが分かっただけでも儲けもんだったぜ。王の元に戻る。力ばかりの盾かもしれねえが、自分のできることを信じてやり尽くしてみせる。お前を盾と認める。
迷いや怯えは死を払う。己の弱さを認めぬ者に王の盾たる資格はない。お前は強靭な肉体に見合う心を備えた。選ばれし王と共にあるのがお前のような男でよかった。じゃあ この刃を返して私の力を託そう。かつて強靭な精神を持った男が私の腕を切り落とした刀だ。こいつは生きているなら、あの精神に見合う戦いの術を十分身につけているだろう。そうか、なら遠慮なくもらうぜ。さあ行くがいい。いかなる迷いにも決して惑わされずに。選ばれし王のルシス最後の盾として。世話になった。試練は無事に。早かったな。さすがだ。こいつを手に入れた。一目見て分かったぜ。懐かしいな。傷じゃ土産にならんだろう。試練の証だ。昔、ずいぶんと血の気の多い男が剣聖の腕を切り落としたらしい。ほう。剣聖も印象に残ってたらしいぜ。そいつは強靭な精神を持ってたってな。試練には精神だけではなく、超えるに足る術もまた必要。持ち合わせていなければ認められはしない。ああ。でも運よくまだそいつが生きてたら、強靭な精神に見合う術を身につけてるだろうってよ。グラディオラス。ん？少し自信を持ったか。この聖冠は不死将軍でさえ成し得なかった偉業だ。お子様だった不死将軍には。だろ。でもいい経験になったぜ。覚悟の意味を改めて教えられた。そうか。さて、盾は王様のところへ戻らねえとな。親父にお目玉を食らうわ。ああ。で、それそういうこった。名誉の負傷がごつくなったよね。ヤバいのからノクト守った時のさ。だろう。つっても今回は説教食らってつけられたようなもんだがな。しかし将軍にも意外な過去があったんだな。そうだね。結構荒れてたってこと。ああ、でも親父からそんな話聞いたわ。あ、マジ。剣聖があの谷にこもったのが初代王の頃というと2000年前か。すげえな。そんだけ前から期待されてるらしいぜ。
選ばれし王様ってのはよ。まあそれが俺か。軽いな。ああ軽い。ったく盾を無駄に働かせんじゃねえぞ。多少の覚悟はしてるがな。Thank you.